ナンバー・アイのアイドルの仮面を脱ぎ捨て、自分の実力だけを頼りに挑戦する決意が成功につながった。新たな時代の扉を開く、ナンバー・アイ。平野史洋、26、神宮寺優太、26、岸優太、28、からなるこのグループは、滝沢秀明氏、41、によって設立された、戸部に所属し、元キング、プリンスとして知られる3人が結集し、新たなデジタルシングル、 ゴートを元日に配信しました。彼らは取材で力強く語っていました。その中で最も際立っていたのは、海外進出への強い意欲。グループが持つ多様性と豊かさを、これまで触れられていなかった側面と共に再構築していくこの冒険に挑む姿勢は、彼らの真摯なアートへの姿勢を示しています。以前のグループ名を変えることなく、CM や SNS でのプロモーションもほとんどない中、彼らは言葉で訴えかけ、 YouTube と Spotify を主軸に据える戦略を展開しています。この異例の手法が生んだのが、新曲、GOT の MV が1月18日時点で、すでに2700万回以上再生され、外国語のコメントで賑わっているという反響です。アイドルという仮面を脱ぎ捨て、実力だけで挑むその覚悟が、彼らの成功につながっているようです。 彼らの新しいアプローチに対する海外の注目は大きく、平野は僕たちのエンターテインメントが多くの人に届いたらいいなと述べ、岸も日本のファンを大切にしつつ、海外で一緒に活動したいと語っています。デビュー前の取材で海外志向が強いことが伝わりましたが、彼らは未だにその意気込みを失っていないようです。海外への思いは変わってないし、より熱くなっている。ファンの皆さんと一緒に海外に行きたいですねと。 キシの言葉には未来への夢が宿っています。ナンバー、愛、浜田一曲しかリリースしていませんが、すでに海外でのライブを考えているとのこと。神宮寺はいろんなことを吸収したい。大きいことを言うと、向こうでぜひやりたいと語り、その覚悟と熱意が感じられます。新曲、ゴートは異例の形で成功を収めていますが、今後の可能性も広がっています。英語の歌詞を意図的に避けたことや、 独自のスタイルを貫く姿勢が海外で好評なのかもしれません。彼らの音楽が新たなファン層にも訴えかけ、話題を呼んでいます。変化は大変ですが、これからも、ナンバー、愛の挑戦と成長に期待が高まります。ファンはただ応援するだけでなく、彼らの努力と姿勢に感銘を受け、一緒に成長していけることを期待していることでしょう。アイドルとファン、そして新しい未来への興奮が共鳴し、会う中、 彼らの旅はまだ始まったばかりです。